離島ガチャの続きだよ。前回ね、どんだけ頑張ってもドグロが出てくれなかったから。イミマル本当は夜の虫が怖いから夜苦手なんだけど、なんとなく夜の方が出てくれるんじゃないかなと思ったので、夜に時間を変えてみたよ。今度こそ出てくれドグロ。行くよ。パンパンマーよ。夜怖い。よし、着いたぞ。さあ、ドグロ出ておいで。ドグロがいる気がする。ワクワク。ドキドキドキ。ドグロ。ドグロ。ちょっと待って。嘘。なんかいなかった今いっぱい。じゃあ、じゃあと。ドグロじゃなくて。インジャラス判断。ちょっとただでさえさ、サソリとか怖くて夜行ってなかったのにさ、こんなにいっぱいいたらもうパニック。もうパニックファンタジー。あ、これみんな捕まえられる？あ、来た、怖い。怖い。急に出てきたら怖い。めっちゃ怖い。すごい早いし。もうこれ今日夜夢に出ちゃうよ。全然捕まえられないミニマル。これ無理ゲーだよ。なんかコツがある？これ。怖い、気持ち悪い。っていうか住民のこと忘れてた。ドグロいませんか？っていうか声をかけに行くことすらできないよ。あー、怖い、痛い。もう取れない。ロドリーさんがサイコパスに見えてきた。もう本当に取れる？これ。悪い。あ、ポケット気持ち悪い。ポケットの中でごちょごちょ気持ち悪い。よし、こうなったら何匹か捕まえて帰るぞ。もう気持ち悪すぎて頭がおかしくなっちゃった。よし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 、取れた。うー、ポケット気持ち悪い。あ、住民がドグロではない。危ないよ、危ないよ。サソリがいっぱいいるよ、気をつけて。ワニオ、ワニオ、ワニオ大丈夫か？刺されない。ああ、逃げられない。うわ、気持ち悪い、気持ち悪い。え、ロドリーさん、ロドリーさん、助けてよ、助けてよ、ロドリーさん。痛い。冷静な男、ロドリー。だから大丈夫ちゃうねん。今度はこっちからそーっと行って、よし、気持ち悪い。もうもうもうついてこないで、ごめんよ。まあもう何か言っても慣れないな、気持ち悪い。助けてよ、ロドリーさん。痛い。エンドレスデスゲーム。そろそろワニオと喋るぞ。おーい、アルベルト。アルベルトって言うんだね。ワニオじゃなくて。いや、この状況で何のんびりしてるの。何言ってるの。最高の島。ワニオ、よく見たら。お前もう体中に毒が回ってるじゃないか。顔にまで毒が回ってやがる。大丈夫か、ワニオ。目を覚ませ、ワニオ。こんなところにいちゃダメだ。ワニオ、ワニオ、刺されすぎて毒が回っちゃ頭がおかしくなっちまってる。ここはそんないいところじゃないぞ、ワニオ。もしかしてあれか、中毒になってやがるのか、ワニオ。ワニオ、逃げろ、ワニオ。やばい、ミミマルにも
毒が回ってきちまった。一匹捕まえてもその背後からやってくるサソリにブスリ。もうここは捕まえることなんてできないよ。無理ゲーだ。でもワニオのためにも少しでもサソリを減らさないと。ワニオそんなにこの島がいいのか。ミミマルが作れるお薬じゃどうしてもこの毒を解毒することはできない。いた。もっと研究を重ねてワニオに効くお薬をいつか作るからね。草をむしってちょっとでもサソリが隠れられないようにした方がいいかな。いたたたた。いつまで経っても慣れない。怖い。もう限界だ、ミミマル。マニオ、新しいお薬の研究してくるからね。おお、怖かった。やっぱり自分の島が一番。おお、ほっとする。癒される。怖かったよ、夜の島。夜に変えて、いきなり最初からサソリ島なんて。怖すぎ。ますます夜にできなくなったよ、ミミマル。トラウマ。あ、夜に離島ガチャ行くのはやっぱり怖くなっちゃったけど、ドクロが欲しいな。離島ガチャは行きたい。ちょっと待って、ちょっと待って、今なんかいなかった。自分の島でサソリ。ポケットから逃げたのか。サソリに取り憑かれた女ミミマル。次回、早まりストーリーは、夜の離島ガチャはやっぱり怖いから、朝の離島ガチャしようと思ったら、とんでもないミスを犯してたの巻。ああ、夜の島は怖いな。みんなも夜の島は気をつけてね。いくよ、ポンポンマイ。怖い。